ジッチはフリーかつオープンソースで Web プラットフォーム、Windows、Linux、MacOS、Android といったクロスプラットフォーム向けの音声、ビデオカンファレンス、インスタントメッセージアプリケーションのコレクションである。ジッチプロジェクトは、ジッチデスクトップの開発から始まった。Web ルテックの普及に伴い、プロジェクトチームは Web ペースの複数人ビデオ会話を実現するジッチ。 ビデオブリッジの開発に集中するようになった。その後、チームは完全なビデオカンファレンスアプリケーションであるジッチミートを追加し、Web、Android、iOS クライアントが利用可能になった。ジッチはジッチミートをミート、ジット、市でホストしており、コミュニティは無料で利用できる。その他に開発しているプロジェクトとしては、ジーガシ、リブジッチミート、ジデシャ、ジッツがある。 実は、ルネットファンデーション、ストラスブール大学、レギオン・オブ・アルザスなど様々な機関から支援を受けており、Google サマー・オブ・コードプログラムにも複数回参加している。実は2020年4月現在、GitHub で103個のリポジトリがオープンソースで公開されている。主なプロジェクトには以下のものがある。オープンソースの JavaScript と Web ルテックアプリケーションであり、 ビデオ会議に使うことができる。Android、MacOS、Windows、Linux に対応している。デスクトップ画面やプレゼンテーションを共有でき、リンクで新しいメンバーをビデオ会議に招待できる。ブラウザで直接、またはアプリケーションをダウンロードして利用できる。JitsiMeet の主な特徴複数ユーザーのビデオ通信を可能にする。 ウェブルテックをサポートするビデオ会議プログラムである。セレクティブフォアワーディングユニットを利用して選択されたストリームだけを他のビデオ会議通話の参加ユーザーに転送するため CPU の性能はパフォーマンスにそれほど重要ではない。JITS からは JITS ビデオブリッジセレクティブフォアワーディングユニットや Web 会議アプリケーションの JITS ートなどいくつかの姉妹プロジェクトが生まれた。 これらの他の JITS プロジェクトがよく知られるようになるに、連れて混同を防ぐために JITS クライアントアプリケーションは JITS デスクトップとしてリブランディングされた。プロジェクトは当初から IPV6 をサポートしていたため、主に実験的なツールとして使われていた。時が経つにつれ、プロジェクトは多くのメンバーを集め、SIP 以外のプロトコルのサポートも追加されていった。 機能 MacOS 10上で動作する JITS のビデオ会議のウィンドウ。JITS は Windows や Linux、MacOS、BSD のようなユニックス系システムを含む複数のオペレーティングシステムをサポートしている。スマートフォン向けには iOS と Android をサポートしており、iOS 向けアプリは App Store で、Android 向けアプリは Google Play Store および k イ d r o i d 上でダウンロードできる。 実地デスクトップがサポートする機能には以下のものがある。ありがとうございます。